和島岩吉は、日本の弁護士。大阪弁護士会会長。日本弁護士連合会人権擁護委員長。日本弁護士連合会会長を歴任。羽びの指名誉市民。和島法律事務所所長。和島闘牛名義による苦衆もある。大阪府南河内群、羽生村で、馬肉卸し賞の家庭の三男として生まれる。苦学して宣言に合格。 1928年、松江高等学校門科を鶴井卒業。1931年に、京都帝国大学法学部を卒業。同年、弁護士を開業。加藤老事件、徳島ラジオ小殺し事件、鞘山事件、鉱山事件などで弁護活動を行う。1946年、ブラック解放大阪青年同盟委員長。百五十三年、 大阪不動和事業促進協議会会長。長兄のため、太郎とは反対に、1960年代後半の組織分裂に際して、部落解放同盟側に残る。1973年、日弁連会長。1985年、大阪人権歴史資料館所代理事長。宗教は、浄土真宗。趣味は、囲碁、俳句、洋画。住所は、 羽び野のし画の賞。多くの冤罪事件に関わった。1975年、くにとうずい受賞。1981年、松本じ一郎賞受賞。羽び野の氏のギャラリーは、びきのでは、2015年6月13日から同年8月9日まで、和島コレクション展が開催された。和島岩吉が収集し、寄贈した仏像や絵画、 刀剣などの美術工芸品、約400点の中から選んだ彫刻の名品を展示した。ありがとうございます。